はようございます。フロム51の山上です。ですね、今ちょっと大変暑い中、ようやくたどり着いたんですが、今私はですね、阪急は宝塚駅に今来ております。今回はですね、前回の、西条くんのね、真風鈴穂さんの、対談について語るという動画から派生しまして、ちょっと初めて間違えました。まあ今回人生2度目の宝塚観劇にちょっとお呼ばれしましたので、ちょっとこれからですね、大劇場までちょっと向かおうと思いますね。で早速ね、もうこういうもう降りてすぐにですね、こういう宝塚をね象徴するような銅像なんかもあったんだっていう感じですしね。そういえばね、そうだ、宝塚には手塚治虫記念館なんかもありますんでね、時間があったら行きたいな、行けないかな、ちょっと行きたいですけどね。これが有名な花の道ですね。宝塚大劇場までに向かう道ですね。まあちょっとやっぱ夏なのでね、もちろん、まあ、花は咲いてはいないんですが、でもね、こういう風に木々がこんな風に描いてるんですね。木々がやっぱりこう生い茂ってるもんですから、やっぱり、ちょっとやっぱ日陰がね多いから、とってもね過ごしやすいですね。僕はね、宝塚はもちろん全然知識はないんですが、昔ね、去年か2年前に西条くんが僕におすすめしてくれたアニメ、過激少女っていう、宝塚をモチーフにしたね、女性だけの歌劇団でトップを目指す女の子たちの成長物語というようなアニメを紹介してくださってですね、それを、見て、まあ、そこでやっぱ宝塚モチーフもいっぱいありますから、さっきの花の道もね出てきますので、もうね今ね、ある意味で言ったら聖地巡礼もしているというような感じもしてます。あったな、ここでサラサラとかね、はい、私はちなみに過激少女の中ではですね、歌のうまい山田さんが好きですね。はい、元ワールを目指すっていうね話でありました。はい、やっぱりこんな感じだったっけ前ね、前っつってももう14年ぐらい前です。何年前、何年前っていうか何歳、私、19かね、19の時に行って以来だから、もうね懐かしいというか、そんなどころの騒ぎじゃなくってほぼほぼ初めてって感じなんでね、こんなちょっと可愛らしい感じだったっけなという気もいたします。いいですね、宝塚この中にですね、清さ、正しさ、美しさを兼ね備えたですね、俳優さんたちによる、豪華絢爛な、ね、歌、踊り、お芝居が見られると思うとワクワクします。フロム51の西条で、改めましてフロム51の長上です。はい、ということでですね、今日はですね、花組公演ですね。これこっちこうだな。そうですね、はい、はい、これですね、縁を歌合戦ですね、いや、押し取り歌合戦、押し取り歌合戦、押し取り歌合戦とグランミラージュですね。はい、花組公演、山上を連れてきました。ということで山上はですね、カサブランカ以来、そうです、さっき自分が撮った時に言ったんですけど、2009年14年ぶり、もう当時私は19歳、一応ね、はい、あれよ、そのカサブランカにね出てた人もね出てんのよ、それだけすごいよね。組って三風マイラさん、三風マイラさん、あれ三風マイラさんってなんかどっかで聞いた、ね、今組長かなでしたし、行きますか、行きますか、はい、ちょっとね、あれ大劇場ですね。ダンボールっていうのは500名劇場やねんけど、うん、あれっすよ、新人さんっていうか、まあだから若手の活躍の場というか、なるほどよ、修練の場でもあるわけですね。そうそうそう、そんな感じ、あ、ほんでね、これがね、ハッピーターン、ハッピーターン、とかも入っていいか、あ、これがですね、多分ね、だいたい11時公演のこの前ぐらいしか買えない、あ、すぐ売り切れる、これ、うん、宝塚大劇場限定味なんですよ、チーズ味、そう、確かに聞いたことない
だからあのこの宝塚仕様になってるって、ね、本当だ、羽になってる。そうなんよ。これだから結構お土産とかで喜ばれる。なるほどです。公園限定の、そうこういうのが、これゴンちゃんふやねんけど、ゴンちゃんふやねんけど、このマグネットシールがね毎回ねこうかあるわけよ。なるほど。あ、ここはだから公園限定の、公園限定とかなんかその公園に合わせたりとか組に合わせたりとかで、これほら和物プラス花組やからピンクなんや。かわいい。綿菓子嵐山ね、嵐山なんですよ。あ、本当そうだ。うん。和菓子って売ってるんだ。これ結構美味しかった。食べたんですけど美味しかった。なんか1個ぐらいちょっとお土産しましょう。あ、で、そうそう、こんなんとか。だからこれも大丈夫。ほら、じゃあ花組やからピンクね。首から。そう。これ美味しいのよ。これ美味しいのよ。ここ匂いでさ、買ってまうよね。あとはもう、乙女餅。はいはい、これあのほらあのそこソリオに売ってんねんけど、はいはいはい、1階にこれそこで買ったらなんかそこの人がちゃんとその場で詰めてくれんねんけど、うん、でもここで買い逃してもソリオ行けば買える。あ、だからその同じ商品だって、うん、そうでもねソリオで買った方が美味しい。あ、なんかあ、正直食いたてだから。うん、そうすごいね、保存これでもね結構美味しい。いや、だってすごい、めっちゃ俺食ってるやんみたいになるけど大体のやつ入れるってことは大体のやつ買って買ってるってことだからね。いや、ほんでなんかほらお土産とかに買うじゃない。まあね。で、こんなんとかもさ、ちょっとした時にさ、これかわいいやんか、この肩抜きでさ、うん、宝塚っぽくって。ラインダウン、フィナーレ、アーストンとか、嵐があって。で、これやったらコンパクトやから、人にあげやすいっていうね。確かにね、うん、だからやっぱりこう、宝塚、兵庫、東京以外のところとかってやっぱりその馴染みがないからね。そうお土産でじゃ嬉しいよ。そうまあ大劇場にしか売ってないから。こういうとことかもちゃんと あの公演に合わせて変えられんのよ。俺だから前さ1789のなんか俺動画とかで、うん、ここ一応ちょっと映してたけど、はいはい、毎回変わんのよ。だからこれおしどり歌合戦っぽくなってるよね。うん、紅茶がさ売っててさ、うん、カレルチャペックなんやけど。はい、まあカレルチャペックの紅茶自体は売ってるやんか、うん、でもこのパッケージがこれ宝塚だったらラインダンスだったりフィナーレだったり。ちなみにカレルチャペックってさ、うん、これあのチェコの劇作家の名前やんか。劇作家とか作家の宝塚でもカレルチャペックのやつはねやってるんだよね。不滅のトゲっていうのでね、そこでリンクしたかわからないけど、俺はカレルチャペックって聞いたら、あ、それやんってなったって。あの子ほら郵便局がさ、ここで出すとさ、はい、あのここで出すと確かレビュースタンプみたいなもらえる。これ、はい、あ、これの消印が出る。これの消印がついてもらえるから、だからここであのほれ遠征した人とか出したりとかすると、コレクション的なね、っていうチョコのなんか演出が生きよね。ああ、はいはい、上品。そう、だからこういう感じですよね。久しぶり。あ、すごい。しかも結構多分内装ちょっとだけ新しくなってると思う、その時より、このピアノの色があれらしいよ。オリジナルのスミレ色でしたっけな、らしいです。あ、よく見たら、うん、黒ではないの。確か2階席じゃなかったか、前1階席やんね、多分。見えるね。うん、50、51がもう一個今から見ようと思います。はい、待っておきます。はい。ということで、はい、見終わりましたけども、はいはい。ということで、まあちょっと一回、はい、帰ってね。うん、あのあれですよね、感想をオンラインで祝おうってことになってます。はい、はい、僕は今日ちょっと進行の配信を見るためにちょっと帰ります。はい、じゃ あの僕もあのこの後のダークライブの生配信あるんで、はい、ということで、はい、